皆さんおはこんばんちは。カート大好きおじさんのもみちゃんです。始まりました2022年。32歳になった体にムチ打って、年明けから毎日残業祭りしてたら、3週間近く口内炎できっぱなしで、そろそろうんざりしてきました。そんな好スタートを切ったもみちゃんですが、この度、2月20日にツインリンクモテギで開催される、KT スーパートロフィー2022モチュールスーパー KT クラスに、出場することになりました。なんとこのレース、現役のレーシングドライバーの方や、全日本カート選手権で活躍している選手たちがわんさか出てくる、やばいレースで、そんなやばいメンバーの方々に、この口内炎が治らない32歳のおっさんが無謀にも挑戦しようという、まあとんでもない身の程知らずな勝負を挑むわけです。スーパーボール制があったり、レースは第1レグ第2レグと2回決勝があったりと、通常のカートレースとは違ったフォーマットで面白そう。このレースはもみちゃんが出場するスーパー KT クラス以外にも、カデット、SS ジュニア、SS、スーパー SS など、たくさんのクラスがあるから、興味があったら、ぜひエントリーしてみてね。では、ここから注目選手を紹介していきましょう。まず一人目は全日本スーパーフォーミュラ選手権、スーパー GT、GT500 クラスに参戦中の、国本雄二選手。国本選手は14年にスーパーフォーミュラでチャンピオンに輝いている選手です。日本一速い男になっているトッププロが、カートレースに参戦。どんなドライビングを見せてくれるのか今から楽しみです。お次は21年シーズン、スーパー GT、GT300 クラスチャンピオンの、井口拓人選手。スバルファンにはおなじみの井口選手。2005年には全日本カート選手権、最高峰クラスのチャンピオンにもなっています。水波の最終戦、今でも覚えています。当時の憧れの選手と走れるなんて夢みたいです。お次は2018年、スーパー GT300 クラスチャンピオンの、蒲生直哉選手。蒲生選手は一昨年、全日本カート選手権の FP3 クラスに参戦されて、優勝しているよ。もみちゃんは蒲生選手のカート時代、マスターズ4ストロークなどで活躍している映像を、たくさん見てきているので、当時、雲の上の存在だった選手と走れるなんて感激です。お次はスーパー GT、GT300 クラスに参戦している、吉田博樹選手。吉田選手はスーパー GT で3勝もしているすごい選手。もみちゃんはあまり吉田選手がカートに乗っている姿を見たことがないのだけれど、カートでどんなドライビングをするのかとっても楽しみです。お次は FIAF4 に参戦している清水栄二郎選手。今年からスーパー GT、GT300 クラスに出場します。カートではジュニア選手権チャンピオン、全日本選手権3位と、輝かしい成績を残している清水選手。大本命ですね。お次はレンタルカート世界3位。昨年は N1 オーナーズカップチャンピオンに輝いた、川福健太選手。川福選手はレンタルカートから四輪まで幅広く乗りこなす、スーパーマン。レンタルカート最強の男はどんなレースをするのか？お次は昨年全日本カート選手権で活躍した、ホラチ亮太選手。ホラチ選手は全日本カートの最高峰カテゴリーである、OK クラスで優勝もしている、日本のトップカートレーサー。そんなホラチ選手は KT マシンをどのように扱うのか？お次は、こちらも全日本選手権 OK クラスに出場している、佐野勇気選手。昨年は OK クラスでポールポジションを獲得するなど、速さを見せつけた佐野選手。いつもと違うパッケージでどんな活躍を見せるのか？お次は昨年、カート日本代表に選ばれた、落合蓮音選手。落合選手は今勢いがある選手で、昨年は国内外といろいろなレースに出場。持ち味のアグレッシブさをこのレースでも発揮するのか？注目です。
他にも全日本カート選手権で活躍する選手がたくさん。野沢選手や小林選手なんかは優勝も記録しているし、加納選手、浅見選手も表彰台を獲得しているなど、なんとも速い選手ばっかりです。富下選手は女性ドライバーですが、男性陣に負けないスピードがあるし、久富選手は長年 KT のレースをしていて優勝も何度もしている、KT 職人。実は何度も久富選手ともみちゃんはチャンピオン争いをしてきた、仲良しな選手。今回、久々に戦えるのでとっても楽しみです。こんな感じでとんでもないメンバーに挑むわけですが、もみちゃんも出場するからには優勝を狙っていきます。こんな豪華なメンバーに挑めるなんてもうないかもしれないし、しっかり準備した上で、挑戦者としてのびのびとレースしてこようかと思います。パッケージは KTSEC に SLFD タイヤと、普段乗り慣れていない組み合わせですが、それもどうなるか楽しみな要素。ただし、走るサーキットはもみちゃんの苦手な、モテギッタショートコース。そこだけはかなり不安要素ですが、このチャンネルでおなじみ、モテギマイスターの野尻選手や、菊池選手から色々と教えてもらって、オンボードなどの映像も見まくって、できる限りの準備をして挑みます。野尻選手からは、再開にはさせない、と、心強いお言葉をいただいております。そんでもって、今回メカニックを担当してくれるのは、我らの絶対的存在、カツアニキ。カツアニキは本当にいい車を作ってくれる名メカニックで、今回もとっても期待しています。車作りは任せた。18年、地方選手権前線優勝コンビで、どこまで上を目指すことができるのか。他にもたくさんの方々からのご支援で、出場することができるようになりました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。当日は一般観戦もできるみたいなので、この、プロレーサーや日本のトップカートレーサーが、熾烈な争いを繰り広げるレースをぜひ見に来てください。カートならではのバトル盛りだくさんなレースがきっと見られると思います。当然もみちゃんもレースを盛り上げられるように、フルプッシュで頑張っていくので、どうか皆様、応援よろしくお願いします。それでは今日の動画はここまで。この動画を見てこのレースが見たくなった人は、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。また見てね。